前立腺がん治療アップデート早期進行がんの最新治療解説ということで本日は北里大学医学部泌尿器科准教授であられます佐藤健文先生にお話を伺いたいと思います佐藤先生よろししくお願い,いたします。 皆様こん今日はあの専有クラブの NPO 法人になって東京での初めての市民公開講座がんセミナーということで40分の講演ではありますけれども新しい内容をですねぎりぎりまで練り上げて作ってまいりましたであのこの NPO 法人の代表の竹内さんとは非常にもうこの何年も学会当時非常に熱心に来られて 勉強されて、まあ、今回のこのセミナーに関してもお話をいただいて、まあ、ここにあの皆様方とこのような場を共有できることを非常にあのうしく思っております。それでは明かりの方をお願いいたします。まず最初前半のあの私の方でありますけれども、早期の状況から進行癌の最新治療解説という形で今40分でスライドを作ってまいりました。 今冒頭にあの竹内さんからもお話がありましたように前立腺がんの罹患者数、今、日本でないなのかということですがこれ、今、実はあの昨日読売新聞の方からえ国立研究センターのデータがー一番新しいものが昨日ちょうど発表になりましてえこれ、がん全体の患者さん、日本で今、こと年間100万人を超えると初めて100万人というところをえ超えてくるということをえが分かってまいりました。 でこの右側にありますように男性では前立腺がんが第1位女性では乳房いわゆる乳がんが1位ということになっておりますけれどもこの統計を取り始めた1975年からこの40年で約5倍というふうに一貫して増えてまだこれからも増えてくるといわゆる男性の第1位のがんというのはあるわけであります。で実際ににに昨年年のの月に発表された2015年のデータからもうすでに 前立腺がんの罹患者数は第1位と2014年は胃がんが第1位であったんですが今いろんなピロリの除菌等が走行してきているという背景もあると思うんですが胃がんが減ってきて前立腺がんが昨年から1位になって今年ももちろん今1位だという非常に高い一番固形がんで高い伸びを示しているというのが前立腺がんになります。したがってて前立腺はは非常に、まあ、あのマイナーながんではなでくても 米国ではもう以前から前立腺がんが第1位ですが日本も同じような状況に今入ってきているということになります。それでは実際にじゃあ前立腺がんの患者さんのいわゆるまあ英語でポピュレーションという患者さんの年代がどのようにこれから推移をしていくのかというデータになりますけれどもここにありますようにこのオレンジのところが75歳以上いわゆるまあ後期高齢者と呼ばれる年代の方々の前立腺がんがこれから2025年に向けて 一貫ししてて増えてくるという状況になりますしたがって、まあ、今から10年をすると全体の新規の前立腺がんの患者さんのうち実に3分の2は後期高齢者の患者さんが占めてくるという状況があります。したがってもちろんこの中にはさらに80歳85歳というような超高齢者という方ももちろん含まれてまいりますがこのような状況の中でそのさまざまな 年代の方々に合わせた治療の戦略、治療のオプションの提示が求められてくるということになってくるわけであります。ただ実際、これは今日今一枚スライドを持ってまいりましたが、あの実は厳しい面も少し見えております。決してあの悲観することではないんですが、ただ前立腺癌と乳癌のいわゆる患者さんのいわゆる癌で亡くなられる方の年代のま特徴を今この1枚で表しております。 ここの男性における75歳以上のところでこの黄色いところのエリアがそのがんで亡くなったすなわちこの黄色は前立腺がんで亡くなられた前立腺がんを死因として亡くなられた方の割合を示していますが前立腺がんはだんだん年代を増すに従って亡くなっていく方の割合が相対的に増えていくと。これに対して女性の乳腺乳腺は 年代をまあ重ねていくに従って全体の中での割合は減ってくるというところがありますしたがってえまあ後期高齢者におけるこの前立腺がもちろん前立腺がは非常にゆっくりとした進行のものもあれば実際には最後こうアクセルをボーンと踏むように一気にまあ増殖をしてくるようなタイプも一部では認められますのでこのような高齢者のがんだから治療しなくていいというふうに簡単に言えるものではないということも このデータから推測していいただけるかと思います今日のインデックスでありますけれども大きく二つに分かれております一つ,つは前立腺がんの診断に関してこれはもういろんなそのここに来られている皆様方は非常に熱心に勉強されている方々と拝察いたしますので特に新しい非常に新しい学会のトピックスのものをなるべく分かりやすく今持ってまいりました。特にここのの診断のところでは 非常にに精度の高いいい診断がが今行われるるよううなってきてきという情報があります次に根治療法に関しましても一つの放射線治療の大きな柱である密封症宣言療法これに関しても非常に新しい精度の高い治療方法が取り組まれてまいりますしさらには虚勢抵抗性かつては再燃と言っておりましたがホルモン療法が効かないような状況や転移を有する前立腺がんにおいても 新しい薬剤特にこの23年ヴィンテージイヤーと言われておりますがさまざまなものが出てきているこれに関しても時間は限られておりますがその作用基準と注意点をそれぞれ1枚のスライドにまとめてまいりましたさらには転移を有する前立腺がんに関しても新しい可能性が出てきているという希望を持っていただけるような情報を本日準備してまいりました。 そうするとまず一番最初の内容になりますけれどもこれが今前立腺がんの診療ガイドラインのいわゆるアルゴリズムというものです。これは非常にまあえ細かい内容になりますのでざっくりと今お話をいたしますとえー実際に PSA が高くてまあがんの可能性がありますという状況で現状ではこの超音波を用いた前立腺の生検というものが行われておりますがこのがんの診断に関しても特にまあ米国を中心に新しい方法が出てきて今 あ日本でもそういった精度の高い方法が出てきているという情報になりますまず一つこれは何といっても画像の診断の精度が前立腺癌で大きく上がってきているということがありますここにあります核磁気共鳴画像法いわゆる MRI と呼ばれるものこれは古くからこの MRI の検査は行われておりましたけれどもこのま磁場を与えてその人体内の水素原子の 共鳴現象を用いてそれを信号化して画像でするという画像の基準になりますけれどもここにあるこのマルチパラメトリック MRI といういわゆるその複数の種類のこの MRI の基準を組み合わせて診断をしていくことで実は前立腺がんの精度がこの何年かで非常に画像で同定できるような形になってきているということがあります。 例えば次にご紹介するようなこの拡散強調画像といわれるものや ADC 画像というようなものこういったものを複数組み合わせて前立腺がんの極在部位を画像で同定していこうということがかなり可能になってきているというところがあります。 実際にこれは我々の施設での実例になりますけれども前立腺がんと診断されて放射線を当てた後、さらに PSA が上がって局所再発の可能性があるという形の患者さんなんですが T2 強調像というものではこのようにベタッと見えないものがこの拡散協調画像というこの分子の揺れを見るとこの部分が今叱っているところが どううも疑わしいということとこがこの画像でかかりいいただけるかと思いますここにあるようなテンプレートという5番の目を使ってどのエリアから組織を取ってきたかということをこのような形で場所を決めた3次元のマッピングバイオプシーという形で取ってまいりますとこれがその取ってくる場所の図を今 横断面を下から見上げているという形になりますがここではこのような形で22箇所まず一番最初のステップとして撮ってまいりますそうするとこれがそのこの検討のハイライトになるんですが簡単に言いますとこの5番の目のように撮ってきたところこの白抜きの丸のところがこの拡散強調画像という MRI でがんを疑った場所 この黒丸が実際に組織を取ってきて生検で実はそこにがんがありましたということになりますがここにあるようにこの白抜きの丸と黒丸がほぼエリアが一致するとしたがってこの一番最初のこの我々のところでの検討においてもやはり生検の陽性の箇所と MRI の,の拡散強調画像はかなり精度が一致するだろうということがまず一番最初のステップとして分かってきております。 実際にその中のここではちょっと専門的な値になりますがこの拡散係数 ADC というものを見るとがんのところのこの係数とそうではないところの係数というものははっきり分かれてくるのでこういったものを用いることでがん、まあ、とそうでないものがこのマルチパナティック m r i で分かってくるということが最初のステップで分かってまいりましたそうするとこれをまあ土台としてその次のここは本題になってくるんですが今度はこういった MRI を用いた さらに超音波の画像と融合させていくような、いわゆる狙撃政権ターゲットバイオプシーというものに現在、まあ、世界の流れが変わってきているということになります。これはもうあの、えー、日本の学会でもまだ正式な用語がちょっとタームが決まってないものですから、ここでは画像融合、MRI と超音波の画像融合によるリアルタイム狙撃前立腺政権というふうに、えー、名前を付けておりますが、いわゆるこのフュージョンバイオプシーといわれる 方法が今実際の臨床にも入ってきてきいいるということになりますこれは今簡単なスライドを今1枚お見せしますが先ほどお示ししたこの拡散強調画像でここにがんの疑いがあります。これは通常診療で行っている超音波の軽直腸からの超音波の画像ですがここにがんが通常あるんだとしたがってこれではちょっとまだ。 はっきりとこのハイポエコーイックと黒く抜ける場合が多いんですがはっきりしないとしたしかしこの MRI の画像ではそこで見えているのでこれとこれを3次元でコンピューターのソフトウェア上に融合させて実際にここにがんを疑うターゲットとなる病相疑いがここにあるんだという形でそこを狙って政権をしてきて精度を上げるという内容になります。実際にはははこれはもう日本では今まだ 歴史が浅いんですが先行する米国などでは非常にこの部分この何年もこの2,3年の学会ではこの部分が非常に大きな、まあ、ホットなトピックスになっておりましてここにあるようなさまざまなメーカーからこういったソフトウェアやハードが出てきていますしたがって一、まあ、回の診断でバチッと精度を上げて診断をつけてしまうということのみならずさらにその次のステップとしては状況によっては前立腺全体を治療するのではなくて その部分だけを局所を治療するいわゆる英語でフォーカルセラピーといいますが局所だけを治療して前立腺全体の実質臓器は温存するというような流れが今出てきていますもちろんこれはまだいろんな倫理的なものとか長期成績はまだ出てませんので今その可能性に関して世界中のそういう臨床家が今検討を始めているというような状況になります 実際に我々の施設でもこのフォーカルセラピーいわゆる前立腺の局所療法というのは実際の臨床で始まってきております。これは先ほどお示ししました前立腺がんと診断されて3次元の原体照射という外からの放射線を当てたあとかなり長い時間をかけてまた PSA が上がってきた患者さん MRI の拡散強調画像で見るとやはりここにがんの病巣の疑いがあるとこの3次元の成腱マッピングバイオプシをするとやはりこの部分から。 ががん出てくるということが分かりました従ってここだけもえ一度このような放射線の HDR という高線量率の組織内照射の針をここに流注をしてここから一気にボンとこのエリアだけ治療を行うことで再発をしたがんを局所でもう一度コントロールできないかというような検討も実際に始まっております。このの部分に関しては例えば先昨年の 米国の泌尿器科学会非常に大きな世界的な学会ではありますけれどもここにあるメモリアルスロンケタリングのピーター・スカルディの先生が座長になってまだこれはアメリカの中でも意見が分かれていますここにあるようなホープハイプといわゆる有望なものなのかもしくは課題に評価しすぎているのかというような形になりますけれどもこの部分に関して今現在ではフェアにこういったものを評価をして 特に高齢者、後期高齢者の患者さんに一定の期間がんを抑えていくような方法として有望ではないかというような検討が始まっているということで今情報を持ってまいりましたそれでは今度はその次の内容に移っていきたいと思います今度はそうするとじゃあ前立腺のがんと診断をされた後の放射線治療もちろんこれは後半の部分で早川先生から放射線治療の全体に関してその基準や 内容の細かいものがございますので私のところではここは新しい、まあ、トピックスというか新しい情報を今持ってまいりましたのでご参考になればと思います特にこの前立腺の密封小宣言療法を今持ってまいりましたこの部分密封小宣言療法というのはご存知のように前立腺の中から放射線を当てるというもので線量が低いものと高いものに大別されますがこのロードズレート LDR シードと呼ばれるものに関しての 新しい情報を今ご紹介したいと思います。これはもう、えー、あのこの10年でこの治療方法は確立しておりますので、えー、この会場にいる皆様方は、えー、いろんな機会で内容を拝聴された方々がいらっしゃると思います。えー、ここにあるようなあの宣言フリーシードという、えー、1個ずつをこう宣言を置いてくるような宣言。 のみならず今この部分もさまざまな新しい治療の内容のデバイスが出てきておりまして例えばここにあるようなスペーサーというこういう吸収紙のいわゆるブロックのレゴみたいなものをその場で組み立てて前立腺の中に1本のこうニードルの棒としてこう入れてしまうそうすると1個ずつ置いてくると5ミリとか患者さんによっては前立腺の外にこうピュッと動いてしまうようなことが時としてあるんですがそういったものをこういった形で そこにこうスタビライズとカチッと一定のエリアにピシッと置いてくるような方法が今可能になってきているということもあります。もう一つの新しいものとしてはこれは今年承認されたばかりで我々も今月から使用開始するものになりますけれども、この宣言の周囲に吸収紙のまあメッシュ状の網がこのようにカバーされていて、この網が抵抗になって前立腺の中にピタッと 動かないように、まあ、多少の動きはもしかしたらあるかもしれませんけれどもなるべく動かないような方法を取るような新しい線源放射線のアイソトープも臨床に入ってきているとどんどんこの部分も新しい技術で治療の精度を上げるというような流れになります。 実際にこのような形で小宣言放射線科と肥料機械のチームワークでやっていくわけですが前立腺の中にこのように宣言を置いてきていく特に予後のいい低リスクから中リスクさらには一部の高リスクにも適用が今広がってきておりますが治療成績に関しても良好なものが今。 されておりますあと2枚ほど後ほど QOL に関してのスライドも持ってまいりましたが特にこの日常生活の質に関して患者さんの状況を担保できるということがこれは我々の施設のデータでも海外の RCT と呼ばれる精度の高いエビデンスも今出てきております。 実際にこのような形で宣言が入ってまいりました。そうするとじゃあこのシードのまメリットの一つもちろん治療成績もさることながら大きく分けるとやはりあの Q O L というものが担保できるということが言えると思います。これはカナダのカナダのクルック先生という放射線の治療の先生が J C O という非常にまエビデンスの高い 論文にアクセプトされた掲載されたものになりますが、えー、手術とこのシード治療を5年間この無作為に割り付けてその中で実際に QOL がどの程度変わってくるかと、えー、ここでは EPIC という QOL の評価モジュールといいますがこういった評価あの確立された患者さんの生活の質の質問用紙を用いて尿失禁に関して比較したものになります。 こちらの今矢印で示している方がシード治療こちらの方が前立腺の全摘除術と外科手術になりますけれども尿失禁に関してこの1点だけ見ていただければ分かりやすいのはこの尿失禁がほとんどないまたは全くないレアリーオーバーネバーというふうに英語で言って書かれてますがこの部分に関しての割合が圧倒的にシード治療の方が優れていると。ですから もちろん全部がシードがいいとは言いません後ほどシードのデメリットもこれはフェアな立場でお話をしますがまず特筆すべきところは尿の金性に優れているんだとこれは非常にはっきりしているところだと思います。もう一つはこの性機能もちろんこれ高齢男性においても決して無視できない大事な点でありますので性機能に関してもこのシード治療と前立腺全摘状ここにあるように グッドとある程度担保されてますよと機能が残ってますよというところの割合が多いとこれは男性機能の勃起のみならずこのそのクオリティどの程度クオリティ硬さが保てるのかということを医学的に評価したものでもそのクオリティが保たれてます保たれている割合が多いということが知られております。実際にこれは北北里大大学学と東北大学の2施設でので 共同研究になる前向きの比較試験でもやはりこの赤い部分のシートこれは米国の UCLA の PCI と呼ばれる QOL の評価ツールを機能評価シートを用いたものですけれどもやはりこの治療後早期から処方源の密封小宣言源の永久挿入の方が正機能が保たれるということが我々のデータでも分かっております。今お話したようにこのの治療の 長所としては非常にまあ侵が少なくて治療翌日からもちろん退院した後早く日常生活に戻れるということと今お話しした尿の金性や男性機能不全の障害 がん制御率にま優れているということが挙げられますただこれは短所としては全ていいことだけではなくて前立腺の中に放射線の宣言が入るので一過性にこの排尿が出しにくくなるような症状がありますしたがって非常に前立腺の体積が大きくてもともと肺尿が出しにくいような患者さんに関しては もちろん長い年月を置くと最終的に放射線が当たった後前立腺の体積は小さくなることが知られていますが一時的に排尿が出しにくくなるような症状が出るということはこれは治療前からしっかり状況を理解された上で選択をしないといけないということはあります。また非常に局所の浸潤をしているようながんに関してももちろん外傷者を併用することでそれをカバーできると。 いうことが最近分かってまいりましたが施設によっては全部のそういった状況は適用にならないということもありますえ、そうするとこの治療成績これは後ほど早川先生の方から詳しくご説明がありますので私の方では今割愛させていきますがその5年間の段階で再発が非常に少ないただ5%程度の再発 PSA というものでの再発が出てくるということが次の我々の課題として今 分かってままいりましたこれはもうそうするとじゃあこのシード治療ここからが実は本題になるんですがこの10年で成績がいい QOL がいいことは分かってきたしかしながら治療成績をどうこのさらにもう一段階数パーセントでも上げていく方法としてどうなのかということですがこのシードの治療における問題点を一つ簡単にご紹介したいと思います。 実際にシード治療これ宣言をボンとそこで留置をした後翌日の CT と最終的に治療から1ヶ月経った後 CT スキャンをとってそこでどのどのエリアにどれぐらいの宣言が入っているかという計算をしますその計算をもってしていいクオリティの高い手技が手術ができたかどうかという評価をするんですが実際に治療から1ヶ月経ってこの我々の行った手術の 精度が良かったもしくはここはちょっと宣言が一つ足りなかったということなんですが例えばこの患者さんに関しては前立腺の先部という先端の部分を横断にしてこちらから見上げているものと思ってくださいここに前立腺の輪郭が赤い部分が前立腺の輪郭になりますけれどもこの宣言がここに入ってカバーされていますがこの部分だけコールドスポットとしてもう一つ宣言を入れておけばもっといいきれいな あ線量分布が作れたというま反省をすべきものになります。そうするとこれを手術の最中に補正ができないか、そこをもうち度カバーできないかどうかというのが我々の次の目的として上がってきているわけです。例えばこれはもう我々非常に今精度を上げる努力をしてやってきています。ここにあるように D90、D の90と書かれてますが前立腺の 90%の体積にこの140から200、実際はもうちょっと高いところに設定をしますけれども、1ヶ月の CT でほぼ大きなばらつきはなく、これは実際に1000例を超えた後の評価をしてますから、主義的にはほぼ安定をしているということは、毎回毎回の症例をフィードバックして確認をしています。しかしながら厳しく見ると、例えばこの赤丸の2つの患者さんに関しては、 いいととう線量ををちょっっそれを下回っている実際にその患者さんが5年10年で再発をするかどうかは分かりませんが少なくとも狙った線量よりも少し少なくなってしまっているという、えーまあ、見直さなきゃいけない点があることも事実ですしたがってハイボリュームセンターとして非常に主義が安定しているとは言ってもやはり少ない頻度ではありますけれどもさらにその見直しが必要だということが言えると思います。じゃあこの部分にに関してどういうふういふ 精度を上げていくのかということになりますけれども現状ではこれに対して10中に CT スキャンという画像の評価をその場で手術をしている最中にとって評価をしてさらにそれを補正していくというリアルタイムハイブリッド法というふうに今命名しておりますけれどもそのような方法が現在可能になってきていますここにあるようにこのシードインプラント先ほど冒頭にご紹介したスライドではこの大きな この OARM と呼ばれる CT がなかった写真をお見せしたと思うんですがこれは今新しい病院に移ってからのものになりますけれどもこのような形で CT スキャンの中に患者さんが入って治療を受けるという形になります実際にこのような形ですっぽりと患者さんの周りを機械が覆っておりますその治療が終わった直後まだ患者さんの体位がまだそのままの状況でその場ですぐバッと CT スキャンを取ってここで今 放射線治療の石山先生が非常に高いスキルを持ってその場であっという間に計画の検証を行ってどの部分が足りるのか足りないのかということはありますただまだこの主義に関しては世界的に教科書がないものですから我々のところでいろんなデータを取って試行錯誤しながらこういったテクニカルな部分を精度を上げて評価をしていると。 実際にこれはもう専門的なスライドなので今簡単にだけご紹介しますけれども実際にどのぐらいの線量を担保すれば術後1か月の CT で狙った値に入るのかということで160ぐらいもしくは170ぐらいを目処に補正をすれば術後1か月でいけるんだというまずステップ1として一番最初の部分として検証してこれも今論文として公開をしている状況になります。 そうすると次の2枚のスライドが今日この内容を一番ご理解していただけやすいと思って持ってまいりましたけれどもこれも先ほどの患者さんと同じようにやはりこの前立腺の先端の部分ここの部分が少し抜けてると補正前と書かれてますがと思いますこれ手術中にここが分かりましたという形でこれ3次元で画像シードを認識していますがそうするとここに1つ ポチッと、えー、たった1個ではありますがそこに宣言をさらにその場で追加するとこのような状況からこの右上のここを見ていただくと線量分布がパッと変わって前立腺の先端のいわゆるアピカルカーブと呼ばれる直腸の上の部分をきれいにカバーされているというこういうことがすぐその場でできて、えー、精度を上げることができるということになります。したっってこういった 確立はされてるけどもまだやはり我々は常に振り返って満足することなく次のステップとして主義を見直して改善していく必要があるんだということになります。これは何も小宣言の話だけではなくてこれは外科手術や内科の血管のインターベンションと呼ばれるようなカテーテルの主義や脳外科の手術でも今言われていていわゆるハイブリッド手術室というのが米国の大きなキャンサーセンターから今日本の 大学病院の多くの施設でハイブリッド手術室というものが作られてきております。これは要はここにより手術の部屋と画像を同時にそこに行って手術の主義や内容をどんどん精度を上げていくというような形になりますが今日ご紹介した密封症宣言療法においても術中にこういう CT を取る形で線量が足りない部分をすぐに補正をしていけるということになります。ただだこのの方法はまだ米国の メモリアルスロンケタリングがんセンターと日本ではまだ北里しか行われてないという非常に限られたまだ新しい方法ですので我々もさらにこういったものを手術主義の検証と確立をして治療成績の向上に結びつけていくということが必要になってまいります。今度はそうするとじゃあ今は早い早期のがんでありましたけれども今度は高リスクや超高リスクという局所に進行したような癌に対する 小宣言の方法に関ししても今ご紹介したいいと思いますこの部分に関しても詳しいメカニズムや作用基準に関しては次のパートの部分で早川先生からご紹介がいただけるので今簡単にその取り組みとエッセンスに関してご紹介したいと思いますこのような形で前立腺の中に今度は先ほどは宣言を1個ずつ置いてくるところが今度はアプリケーターという針を 入れて前立腺の中にこのように流血針ごと流血をしていきますそうするとこ今放射線科の北野先生がこのような形でその場で計画を立てて実際にその針の侵入の位置に合わせて放射線を当てるエリアをどの程度にするかというプランニングをしたものがこのイリジウムの192光線量率組織内照射というものになります特にこの非常に高いその染を当てることができるので ハイリスクや超ハイリスクという手術で取りきれないような症例に関する有効性というのが私たちの施設でも確認をされておりますこの部分の成績に関してはまた後ほど早川先生から詳しくご紹介をいただける予定になっておりますこのメリットとしてはやはり短期間に非常に高い放射線を当てるということで交渉効果を有する特にこの T4 と呼ばれるような膀胱の頸部に浸潤をしてしまう膀胱の中に がん細胞が浸潤をした場合通常はもう、えー、放射線を当てるにしてもなかなかうまく当てきれないもしくは外科手術でも膀胱の頸部を離断してもなかなかうまくそこを取りきれないような症例実際には手術の適用から外れているということが多いですが直接その浸潤をしているところに針を直接中に差し込むことができるので侵入することができるので非常にそういった進行した症例にも有効だということで先ほどご紹介した成績も確立されてきている。ただ 日本ではまだできる施設が世界的にも限られてますのでどの施設でも可能な方法ではないということと、えー、針が留置された後一定の期間ちょっとベッド上の安静が必要になるのでその部分患者さんに少し苦痛を、まあ、あ負担をして頑張ってもらう必要があるというところがあります。しかしししかなががら前立腺で命を落としてしまう可能性が高い ハイリスク、超ハイリスクですので、それに対、それを回避するために、ある程度そういったものをご理解いただいて乗り越えていただくということが必要になってまいります。ここで今ちょうどまあ、ブレイクタイムというか中休みになるんですが、少し宣伝をさせていただきます。日本泌尿器学会のホームページにポンとアクセスをしていただくと、このような一般の皆様、医療関係者の皆様というのがあるんですが、これは別にパスワードや ID を入れなくても。 医療関係者の皆様とというところに全てのアクセスをした方々が入りますここにポチッとこちらの方にクリックをしていただきますと泌尿器科学会の医療関係者向けのホームページに入っていきますそうするとここでここのこれは医学生研修医の皆様へプロモーションビデオというのがありますが我々のこの泌尿器科のがんに対する取り組みを卒業する若い卒業する若い 学生の先生や研修医の先生に見てもらって、ぜひ、泌尿器科に入ってほしいですよということで作ったビデオが公開されています。ただ、これは非常に新しい内容が入っていますので、興味があるこれ患者さんの皆様方にもぜひご覧いただければと思います。ホームページに入って、この医学生研修医の皆様へというところをクリックしていただくと、今度はこのような次の画面に入っています。ここでこでの尿器科医と えー、ヒノキ科ガンと戦う医師たちというところをさらにクリックを、えー、していただきますと、えー、このような形で今今日ご紹介したような新しい情報があそれぞれ、えー、前立腺がに関するもの以外のものももちろんありますけれども前立腺がに関する、えー、最新の情報が、えー、分かりやすくあのビデオとして紹介されていますのでぜひご参考になればと思って今持ってまいりました。 それでは今度はそうすると後半の最後の部分に今入ってまいりましたけれども虚勢抵抗性および転移を有する前立腺がんという進行した厳しい状況に関してもどんどん新しい治療法やオプションが出てきているという情報を持ってまいりました。 この性抵抗性前立腺がん CRPC とキャストレーションレジスタントプロステートキャンサーというふうに言いますけれどもこの部分に関しても新しい薬剤やそういったものが出てきていますしかしながら100%安全ということではありませんし内容を理解して服用もしくは服薬していかないと一定の頻度でそういった有害実証と呼ばれる副作用も出てきますのでその部分に関する内容と対応に関してご紹介したいと思います。 実際にこの前立腺がんの自然史いわゆるナチュラルヒストリーということですがこの進行した状況や転移を有する状況から通常はホルモン療法男性ホルモンを抑制した状況で一定の期間をがんを抑えていくと非常に長期間3年5年長い方だと10年というようなホルモン療法だけで男性ホルモンを抑えることだけで走行するような患者さんもいますがやはり多くのがんでは一定の期間で ホルモン療法は効かなくなって、また PSA が上がってくるというようなあ患者さんが一定の頻度で見られます。おそらくこの会場の中にいる皆様方の中にも、そういった状況で少し悩まれている皆様方がいらっしゃるかと思います。この部分に関する、この去勢抵抗性の前立腺がんに関する薬剤に伴う治療というのが、今からご紹介する内容になります。そうすると、この今、 ホルモン療法いろんなこういう形をバトンをつないでつないでつないでがんを抑えていくわけですがこれまでの治療法ホルモン療法が効かなくなった状況ではドセタキセルという化学療法が唯一の方法として知られておりました。ししかしこの部分に これ、本法で承認された順番で今、スライドを持ってまいりましたけれども、エンザルタミド、アビラテロン、およびカバジタキセル、そして今年ラジウムの223というものが承認されてきております。このまず、エンザルタミド、アンドロゲンの受容体の拮抗薬でありますけれども、このような蛍光製剤で2014年の5月に薬価修裁されたものになります。この作用機序を今、1枚のシェーマでご紹介すると、 前立腺がんは基本的に男性ホルモンを糧として増殖をしてまいります。したがってこのコレステロールから合成されて男性ホルモンができこの男性ホルモンががん細胞の受容体にくっつくことによってがん細胞が増殖をするというのがこの前立腺がんの一番簡単な増殖のメカニズムというところになります。このエンザルタミドに関してはこの男性ホルモンと男性ホルモンの受容体と呼ばれるところをブロックする。 またはこの部分のがん細胞の中に入っていくところをブロックする核内移行というところをブロックすることでホルモン療法の効かない細胞をさらに抑えていくというのがこの薬剤の目的になりますそうするとこの薬剤で注意すべき副作用としてはやはり一番多くな認められるものとしてはこの倦怠感と食欲不振がありますこれは英語で「ファティーグ」と言ってますけれどもえ 何でもない患者さんはケロッとしていますが患者さんによっては内服をするともうぐたっともう食事もないしやる気も起きないともうとにかく全身がつらいといわゆる抗がん剤の副作用とはちょっと違うだるさというようなものを訴える方が一定の頻度でいます。もちろんこの痙攣れ発作これ治験の時に注意喚起が出ておりましたがこれは頻度は非常に少ないんですけれどもごくごく稀に痙攣発作の起用,の起用がある方は 経齢発を認めることもありますしかし圧倒的にもうこのファティーグと呼ばれる倦怠感を訴える方が一定の頻度でいるというのがこの2年間臨床の導入して分かってまいりましたしたがってこの副作用の対応ですがまずただ一番最初に患者さんとこうよくよくお話をしているとこの薬剤に関してどうもその 胃薬とか風邪薬と同じレベルで何もないのが当たり前だというがんの対する治療という認識がなく患者さんによってはやっぱりちょっと,ちょっとだるいからもう,もう耐えられないというところをいわゆるグレード1というグレード1という軽い軽度な倦怠感においても 受け入れられららなないといいとううような感覚の方も一部でいらっしゃいますしたがってこれはそうではなくて生存期間の延長ご自身がこれからどれぐらい生存できるかということのために飲んでいるしたがって今少しだるい症状があったとしても臨床的に効果が認められているようであれば続ける意義があるんだという本来の目的をもう一度見直すことによって えー、その薬剤を内服を続けることができるという方もいますからもういった今一度そういった自分はなぜその薬が必要でその症状とそれは、えー、受,け入れ受け入れができるかどうかという認識が必要になることもありますしかしながら実際にもうその次元ではなくて入院を必要とするような非常に強い倦怠感や体重が下がってくるような、えー、食欲不振という方も 一定の頻度でいらっししゃいますたがってそういう時には規定の160から120や80ミリに速やかに減量すると症状が緩和される方がいらっしゃいますからそういった対応を行っていくということもあります。またこの2番にありました経い発作これは頻度は極めてまれでありますけれどもこういう経い発作の起用があってこういった薬剤を内服している場合にはぜひご自身から 主治医の先生方にそういった薬を飲んでますということを申し出ていただいて慎重の対応が必要になるということがあります今度はその次の薬剤になりますけれどもアビラテロンザイティガという商品名になりますけれどもこれも2014年の9月に少し遅れて承認が得られてまいりましたこのザイティガの採用基準でありますが今度はそれよりもっと早い段階このコレステロールから 男性ホルモンに受容する合成されるところを阻害する男性ホルモンを本当に徹底的に枯渇させて作らせないというのがこのアビラテロンの作用基準になりますしたがって非常にもう男性ホルモンがほぼ限りなく下がってしまうので後でご紹介するステロイドという他のホルモンも下がってしまうのでカバーをしなきゃいけないその薬剤ももう一つ合わせて飲まなきゃいけないということをご理解いただくことが必要な薬剤でもあります。 特にこのアビラテロンで注意すべき副作用としてはこの肝臓の機能がこれは重篤なものではない方がかなり教えますけれどもただ一定の頻度で肝機能障害が出ることがあります特に投与後早期に出てきますので内服を始めてから特に1ヶ月後の採血の結果にはご自身も十分に注意をして自分の GOTGPT また ASTALT と書かれている値が上がってきてないかどうかというのは確認が必要です。 あとは先ほどご紹介した男性ホルモンを下げてしまうといわゆる他のホルモンのバランスによって副腎からの分泌が狂ってくるのでカリウムが下がってしまうということがありますので低カリウム結晶カリウムの値が下がってこないかどうかと電解質の異常がないかどうかということも注意が必要です。実際にここの対応ですけども番最も大事なことは この薬剤を服用するとき先ほどご紹介したように男性ホルモンを完全に枯渇してしまうのでステロイドプレドニンと呼ばれるステロイドをカバーする併用して飲まないとこういったカリウムが下がったり血圧が上がったりすることがあるので必ずこの在庫側に合わせてプレドニンというステロイドを一緒に飲むことが絶対に必要だということを外来でもチームでお話をすることがあります。もう一つは食事と一緒に 内服をしてしまうと例えば食事に非常に脂肪が含まれているものだと血中の濃度が5倍とか10倍に上がってしまうことがあるので必ず空腹時に飲んで食事と一定の時間を具体的には朝食から1時間以上空けて朝食の前1時間以上に内服をして空腹時に飲むことが必要だということが必要になります。またたにに薬剤で肝臓の機能障害がが方には注意が 同じような緩衝害が出る頻度がある傾向がありますし投与前にカリウムの値が自分のカリウムがどのぐらいなのか酸を切るような低い値でないかどうかということもチェックをすることが主治の先生と一緒にに確認が必要になります今度は3番目のものになりますけれどもカバジータキセルジェブタナという商品名ですがこれも2010年の9月に承認されてまいりました。 今度はこのカバジタキセルの作用基準でありますけれども先ほどのこの上の方の男性ホルモンに関するものではなくて今度は細胞分裂を直接阻害をするマイクロチューブリンと呼ばれる細胞の分裂をするところのところを止めてしまうというのはこのカバジタキセルの作用基準になります。これれれはいわわゆるるる一般的に言われる抗がん剤と言われるドセザセキルの 次に使うセカンドラインという2番目に使う抗がん剤ということになりますこのカバーチタクセルで注意すべき副作用でありますけれどもやはり白血球が投与後1週間ぐらいのところからボンともしくはもうちょっと早い方も一部いらっしゃいますが投与が白血球が一時的に大きく下がってしまうということがあります特にこの発熱性高中球減少症という長い名前ですけれども 白血球がボーンと下がって好中球という白血球の内容が下がってさらに熱が39度とかポーンと上がった時には重篤な副作用になる可能性があるので注意が必要ですこういった白血球の減少症およびそれにその瞬間免疫が下がってしまってますからそこで重篤な感染症を併発しないようにということが大事ですこの副作用の対応ですけれどもこれはもちろん患者さんの自ら 主治医の先生にこの具体的な容量をお話しすることはちょっと難しいかと思いますが情報としてお伝えできるのはこういった特に高齢者の患者さんに関しては海外の体の大きな男性と同じ要領ではなくて1平方メートルの体表面積あたり25ミリではなくて例えば20ミリというように容量を少し下げて導入をすると。 副作用が少ないということもありますし今年の米国の臨床腫瘍学会でもこういった容量を下げたものでの治療効果がそんなに遜色がないというような情報も海外では報告をされ始めているということになります。さらにはこの白血球を増やすお薬を併用する特に昔は毎日打たないといけなかったものが今一回投与するとずっと長い期間作用できるようなものもありますのでそういったものを併用して安全にまあ注意をしながら 副作用頻度を抑えてていいいくととうことも可能になってまいりまりすさらに4番目のものになりますけれどもラチウムのの223とというゾーフィゴといううゾフィものですこれは放射線各種治療ということでこの詳しいメカニズムに関しては後ほど早川先生からご紹介がありますので今はその位置づけにだけ今ご紹介しますがこのような先ほどは前立腺のがんの細胞に関しての薬剤を今散剤ご紹介しましたがこれは前立腺がんの骨の転移に対する放射線各種製剤と ということになります特にこの骨髄、えー、放射線がボーンとアルファ線というものがボーンと当たりますので、えー、従来のものよりは副作用は少ないと言われてますがそれでも骨髄が白血球の数とかそういった血小板を含めた値が下がってしまうともちろんあと消化管に排泄をされてくるので投与を早期にそういった下痢などが出やすいようなこともあります。このの副作用の対応ですすがやはり投与する前に 骨髄の抑制自分の白血球やヘモグロビン貧血がないかどうか血小板という血液を止める作用の成分が十分にあるかというような形で採血でご自身もその内容を見て確認をすることが、まあ、これはもちろん主治医の先生の 責務でありますけれどもそういったものを確認していくとまたこの炎症性の腸疾患クローン病や潰瘍性大腸炎などがある場合には投与後こういったものが悪化してしまうことがあるので事前にそういったものが把握されている患者さんに関しては主治医の先生にお申していただければと思いますさらには今度この骨の転移に対する治療としてもデノスマブやズレドロン酸というものはこれはもうその以前に承認されておりましたが認められております。 これは今前立腺のがんの骨転移の細胞を今簡単に模式化したものですがここにがん細胞があって骨が細胞さらにこの破骨細胞を刺激するランクルと呼ばれるものが出てこの破骨細胞全駆細胞というものから破骨細胞に行くとそうするとがん細胞は非常にずる賢いので自分が骨に転移をするそこでその転移をした骨でいろんな化学伝達物質を出して 周りにいる正常の骨の細胞も自分の仲間として取り込んでじゃあお前骨をどんどん壊してくれというような情報を出してここでぐるぐるぐるっと負の骨を壊すような連鎖が始まってしまうというのががんの骨転移の一番怖いところで抑えなきゃいけないところになります。そうするとデノスマブというものはこの破骨細胞全駆細胞というところに作用して骨を壊す細胞をブロックするということ。ゾルドロン酸は骨細胞に直接入り込んで 骨を壊す細胞を止めてしまうというのがこの作用基準でになりますそうするとこのデノスマブドメーター具体的には内容はちょっと違うんですが今時間の関係大きく2つをまとめさせていただきましたけれどもやはり注意すべき副作用としては投与した一番最初の時に血液のカルシウムを骨今まで前立腺のがんが骨に転移して非常に骨の中にカルシウムが 骨からカルシウムを供給していたものが一気にカルシウムがパンと立たれてしまうので血中のカルシウムがバーンと急激に下がるような低カルシウム結晶特に非常に作用が強いデノソマブ効果も非常に有効性が高いんですがその反面患者さんの非常に転移が大きいような状況の方ではカルシウム値が一気に下がってしまうことがあるので注意が必要ですさらには長期になる1年2年3年と使っていくと顎骨骨髄炎 えー、m r o n j と o n g などといいますが顎の骨の一部が壊死をしてくるようなことがあるのでその対応も必要になってまいります、えー、まずはこの副作用の対応低カルシウム血症に関してはこれはもう投与の時からカルシウムとビタミン D の合剤を飲んでカルシウム値を事前に補っていくそれでも間に合わない場合が時としてありますが少なくともこういったものは最初から、えー、投与をして事前に抑えていくということ、えー、後者の顎骨,骨髄炎これは、えー とにかく口の中を清潔ににすす。るとということになります歯科を受診をしていただいて歯周病やいわゆる歯的、こういう感染があるような環境を徹底的にきれいに保つことによってこういった顎骨骨炎を予防するととにかく歯科を月に1回3ヶ月に1回定期的に受診をして毎日も自分のブラッシングや口腔内の衛生環境をとにかくきれいに保つことがまあ 乱暴,あのえー、乱暴に言うと長生きの秘訣ではないですが合併症を起こさないその他そのこの合併症がないとその次の薬剤がうまく使えるのでとにかく口の中をきれいに保っていくということがこのような治療をしている最中に必要な点になります。えー、もう最後になってまいりましたがそうすると修学的治療の発展ということですこれはいろんなさまざまな治療を組み合わせるとどういうことかというとこれをまた先ほどの専門的なものを1枚だけ今 分かりりやすくスライド専門的なものを持ってまいりまいした要はこれは転移があるホルモン療法の効かない虚勢抵抗性の前立腺がんの患者さんがこのノモグラムと呼ばれる計算図表で各データを入れていくとその患者さんがあとどのぐらい生存できるかということを予測する専門的な表を今持ってまいりました。そうするとこれ全部は非常に難しい内容なので え説明がしづらいところなんですが1点だけ簡単にお分かりいただけるのはこの下の2点だけえご覧ください、えー、我々が常毎日一喜一憂しているこの PSA という腫瘍マーカーこの値が低ければいいこれはもちろんえー多くの方々が納得できると思いますただこのスケールえー右に行くほどこれポイントがあって幅が長いほどよりより生存に寄与するんだというところなんですがホルモン療法が効かないような虚勢抵抗性という 進行した状況においては PSA のこのスケールの振れ幅はわずかこれぐらいしかないとこれに対してこの ALP というものに関しては非常にこれだけフルスケールの長いものがあるのでこの ALP アルカレフォスファターゼというのはご存知の方々もいらっしゃると思いますが骨の転移の、えー、を指標を表す採血の結果になりますのでこの骨の転移を抑えていくということは 女性抵抗性の、まあ、厳しい状況においてもやはり必要なんだと逆を言えばこの、えー、骨転移の治療というのは今,今までは痛みをとって緩和を行っていくともちろんこれ大事な点ではあるんですが逆に今出てきたこのラジウムの223なども含めて骨転移というのはその患者さんの生存期間を延ばすための標的期間ここを抑えてさらに生存期間を伸ばしていこうというターゲットの臓器として今 変わってきてきいるととうことになります、えー、最後のまとめになりますけれどもこの去勢抵抗性前立腺が今日ご紹介したアビラテロンエンザルタミドの作用機序、カバジタキフェルの作用およびラジウムの223デノスマブやゾルドロン酸の作用機序は今日この内容でご理解いただけたかと思います、えー、さらにこの新規の薬剤で生存期間の延長のみならず QL を保っていける可能性が十分出てきていると、えー、さらにはこれ今 スライド化してきたこの CRPC これはまあ仮に戦国時代と言いましょうか今さまざまな分野のエリアの薬剤のところから前立腺が非常に多様性がありますがこういった新薬が出てきてホルモン療法の効かないような転移をある前立腺がんにどんどんこういった治療が加わっていくということになります。さらにには後ほど次のセクションでお話いただく放射線治療に もう有効性が加わってきますから前立腺癌に関しては様々なこういったものを組み合わせて、えー、抑えていくことが可能になってきているということになります、えー、これはもう今、えー、あえて1枚これは、えー、医師の講演向けの非常に専門的なものを訳さずに持ってまいりました、えー、ここに今日ご紹介したこういった論文エビデンスと呼ばれるものが、えー、海外及び日本からも出てきてますし、えー、こういった治療法が上にどんどん、えー、合わさって、えー、骨の転移に対する対応や ラジウムのものさらには転移を起こす前のホルモン療法の効かなくなった転移を起こす前の患者さんに関しても新しい治療法が今検討されています化学療法を先に持ってきた方がいい可能性や免疫療法などの可能性も今指摘されていますしたがって今までは全ての今ご紹介した薬剤を全部を1人の患者さんに 投与して使い切るというコンセプトから今度はその患者さんには実はどの薬剤が一番効果があって一番効果のあるものをどれを先に使った方が時間を無駄にせずに有効性を引き出せるかというテーラーメイド化というものが今まもなく始まろうとしていますこういったものでこの集学的治療さまざまな薬剤を複数組み合わせてこれだけのものが前立腺癌の CRPC というホルモン療法の効かない状況によって オプションが今増えてきているということで希望を持っていただければと思います最後になります前立腺癌に対する治療は今がんの状態に合わせて様々な治療選択が可能になってきています今日ご紹介した密封症宣言においてもその治療成績や QOL の保持が明らかになっていますし転移を有する状況や去勢抵抗性というような状況においても今日ご紹介したこの新規の薬剤が 加わってきていることによってさらなる養護の改善や QOL の改善というものが期待できるのでどうぞ希望を持って諦めずに治療に取り組んでいただければと思います講演は以上になりますご清聴ありがとうございました